ヘンリー・トンクスはイギリスの画家、イラストレーター、医師である。イギリスで印象派の影響を受けた最初の画家の一人であった。ロンドン大学のスレード美術学校の教授として多くの画家を教えた。イングランドのウェストミッドランズのソリフルの金属工場のオーナーの家で生まれた。ブリストルのクリフトンカレッジで学んだ後、ブライトンの病院やロンドンの病院で医学を学び、 1886年にロンドンの病院の勤務員になった。1888年に王立外科医師会のフェローになり、ロイヤルフリーホスピタルに移った。1892年からロンドンの病院で解剖学を教えた。1888年からロンドンのウェストミンスター美術学校の夜間コースで学び始め、フレデリック・ブラウンの指導を受けた。 1891年からニューイングリッシュアートクラブの展覧会に出展を始め、1895年にクラブの会員になった。フレデリック・ブラウンの勧めで画家の道に進み、1892年からはロンドン大学のスレード美術学校で教え始めた。第一次世界大戦が始まると、医師の仕事を再開し、捕虜収容所で働き、赤十字の一員として、フランス、 イタリアで働き、1916年にイギリス陸軍の医療部隊の将校になった。1918年に公式戦争画家に任じられ、ジョン・シンガー・サージェントと西部戦線で活動した。1919年にはロシア内戦の白軍の拠点、アルハンゲリスクにイギリス遠征軍の戦争画家として訪れた。1918年にフレデリック・ブラウンの後任として、 スレード美術学校の教授となりこの仕事を1930年まで続けた。ありがとうございます。